新しいボードを作成をクリック。ボードの名前を入力して、作成して共有をクリック。左下のサイドバーを開くをクリック。フレームを作成をクリック。フレームに児童の名前を入力します。フレーム名の右にある3点リーダーをクリック。下にフレームを追加をクリック。この作業を繰り返して、全員分のフレームを用意します。一つ目のフレームをクリックして拡大表示して、左ツールバーのアップロードをクリック、ローカルデバイスをクリック、アップロードする児童の作品画像を選択して、開くをクリック。アップロードされた画像の大きさと位置を整えましょう。画像をクリックしてツールバーを表示してロックをクリック。これで画像を動かしたり削除したりできなくなります。全員分の画像をアップロードしましょう。慣れてきたら自分の作品は自分でアップロードさせましょう。左ツールバーの付箋をクリック。任意の色をクリック。フレーム内をクリックして付箋を挿入し作品に対する感想を書きましょう。付箋のツールバーの作成者を表示をクリックすると、付箋の左下に作成者が表示されます。同じようにしてみんなで作品の感想を書き合いましょう。超絶簡単です。